髪質改善の美容室を目指したいのですが、薬剤は特別なものを使用した方がいいでしょうか。いい薬剤があるのは知ってますが、どうしても単価が高なくなりすぎてしまい予約されない気がしますということで、これは実は私たちは新規のお客さんに髪質改善って言ってチラシを入れてる時っていうのは、まあ、ある程度のまあまあの効果が、M3 って言ってました。そうです。 M3 っていう、まあ僕ちょっと実は美容師じゃないんでよく分かってないんですけども、 M3 っていうのを私たちでは推奨しています。まあ、それほど単価も高くなくてですね、お客さんにも喜んでもらえる、まあ、そこが成果が出るってことですね。髪がきれいになるっていうようなものを私たちは意識して用意しています。でプラスですね、私たちはトリートメント来てくれた新規のお客さんに関しては1ヶ月トリートメント無料券をつけています。なので、まあ、そういうこともあって M3 っていうのはすごく、効果が出やすいっていうことでですね、効果が出やすいというか、価格的多金、こちらの金銭的負担的にも、あまり無理なく、それなりに成果が出やすいというものになってますので、ちょっとそういったスパンでも考えていますけれども、大事なことはですね、髪質改善っていうのはですね、実はやってもらうことがすごく重要です。その髪質改善に特化した美容室って、表明すること、地域で私たちはそういうお店ですよっていうことの方が大事なので、まずは、薬剤をね、その薬剤にしたからといって全部それをやらないといけないというわけではないので、まず入り口は髪質改善のお店ですよっていうことを伝えて、そして入り口はできる限りお客さんの負担の少ない、その上でも成果が出やすい薬剤を選んで、そこで集客を私たちはしています。でその中でですね、お客さんといろいろ話していって、薬剤の提案なんかもですね、トリートメントの薬剤の提案なんかもしてもらっていますけども、でも基本的にはやっぱりですね、その1万3000円ぐらいですね、カットトリートメント、パーマカットトリートメント、カラーをやった時に1万3000円ぐらいでですね収まるような薬剤で、私たちやっていますので、別に、薬剤をあげないといけないということはありませんので、そこは心配しなくても大丈夫です。でもちろんでも髪質改善って歌っていってますので、そこの最大限のですね薬剤っていうサービスももちろん用意しています。ただやっぱりそういったのはもう一部のロイヤルカスタマーしか、そういったサービスっていうのは、受けない、もう金銭的に無理なので、受けないので、そこをですね、まずないとやらないっていうよりは、まずはそういったお客さんにとって最低限の価格で最大限の成果が出せるようなものを入れてですね、お客さん無理なくまず髪質改善病室ということを地域でやっていくことをお勧めします。でここでですね、やっぱりですね、すごく高いメニューがあると、安くやってるメニューもです、価値が上がるんですね。これがお客さんにとってその心理的なやつなんですけども、例えば3万円のトリートメントコースがあった場合ですね、カットトリートメント、パーマとかカットトリートメントからの3万円のコースがあった場合ですね、すごくなんか髪質に特化してやってるなっていうイメージをですね、地域で作れます。なので私たちはもうチラシっていうのはあくまで費用対効果というよりは、もうブランディングのために使っているチラシもですね、1ヶ月の中で1週間だけ入れてるんですね。その時にですね、もうとんでもなく高い、もう髪質改善ですよっていうことで、3万円ぐらいもう来てみろやみたいなですね、価格のチラシを入れると、もうだからあそこも安い金額で髪質改善って言ってもですね、地域でブランディングって難しいんですけれども、もう集客度外視してですね、もう3万円で髪質改善やっていうみたいなメニューをやってるとですね、お客さんがびっくりするというか、すごいことやってるなっていうイメージ、つきますので、それによってですね、でもその美容室が知ってて髪質改善って言って安い安価なメニューがあったら安心なんですよね。いきなり安価なやつだけ見せられるのも安心なんです。なんで、そういったいろんな戦略あるんですけれども、これはいろいろやっていって資金力もつけた後の話なので、まずはそういった最低限の価格で最大限の成果を上げてあげられるような薬剤から始めていくっていうことで全く問題ありませんので、やってみてください。以上です。